皆さんこんにちは、ケアキョウです。本日はむせやすい食材別の対処法をご紹介していきます。食事介助の際にむせやすい利用者さんも多いのではないでしょうか。高齢者の方は様々な疾患や加齢により嚥下機能が弱くなることで誤嚥性の肺炎を引き起こす可能性があります。そこで今回は誤嚥を起こさないための食事法を解説していきます。ケアキョウでは個別のご相談も受け付けているので、何かある方は概要欄の LINE までお気軽にお問い合わせください。またチャンネル登録といいねもお忘れなく。まず最初に、食事介助の際にむせやすいご利用者さんはいませんか？高齢者の方は様々な疾患や加齢により嚥下機能が弱くなることで誤嚥を起こしやすくなります。そしてそれが誤嚥性の肺炎を引き起こし死に至る可能性もあります。なぜ誤嚥や嚥下障害が起こるのでしょうか。また誤嚥や嚥下障害にはどんなリスクがあるのか確認をしていきましょう。まず最初に、そもそも嚥下とは何かということですが、これは物を飲み込むことを言います。これができなくなるのが嚥下障害です。日本気道食道科学会によると、嚥下障害を引き起こす原因疾患は主に脳梗塞や脳出血などの脳血管障害などと言われています。そして誤嚥とは何か。誤嚥は食べ物や飲み物が気管に入ってしまうことです。誤嚥の原因は嚥下機能が弱くなることと言われています。この誤嚥は非常に怖いもので、これが原因で誤嚥性肺炎となってしまうことがあります。厚生労働省によると、高齢者の肺炎のうち7割以上が誤嚥性肺炎というレポートがあります。そしてこの肺炎はこちらの表のように高齢者の死亡要因の上位にランクインをしています。嚥下障害がある方が誤嚥を起こさないための工夫とはどうしたらいいのでしょうか。ですので次に、誤嚥を起こさないための食事法を見ていきましょう。摂食嚥下障害者の方は、スプーン1杯の水で溺れるという言葉もあるように、配慮や工夫が欠かせません。種類別に対応していきましょう。まず水やお茶などサラサラとしてまとまらないため、嚥下障害がある方にとって最もむせやすいものが飲料です。そのため最善の注意が必要です。対処法としては、水分にとろみをつけたりゼリー状にします。このとろみ感は個人差があるので、その方に適したとろみ感にする必要があります。とろみ剤についてまとめた動画は概要欄から確認できますので、必ず確認をしてください。次に、雑炊や高野豆腐など固形と液体が混ざっているものも注意が必要です。とろみをつけたりゼリー状にしたり、ミキサーでペースト状にするのもおすすめです。ひき肉、野菜のみじん切りなどのパラパラとしたもの、こうしたものはパラパラでまとまらないため、とろみをつけたりつなぎを利用しましょう。そして湯気の上がったお茶や味噌汁、湯気の上がったお茶や味噌汁などは湯気が喉を刺激するため、一口ずつの大きさを小さくする対応が必要になります。焼き芋やカステラなどはパサパサして喉に詰まりやすいため配慮が必要です。バターや生クリームといった油脂を加えたり、牛乳などの飲み物と交互に食べる工夫が必要になります。海苔など口や喉に貼り付きやすいものは飲み込みやすい形に変更するのもおすすめです。例えば板海苔ではなく佃煮に変更してみるなどです。このように誤嚥を起こさないための食事法には、むせやすい食材ごとに対処していく必要があります。また食材の他に工夫するポイント2点ご紹介をします。1つ目は、誤嚥をしにくい食事の姿勢です。顎を引いた姿勢や椅子に座る際には深く腰掛け、かかとをしっかりと床につけます。食べることに集中をすることも重要なポイントです。施設さんによっては床に足のサポートとなる小さな台を置いたりしている職場もあります。2つ目は、食事の介助をする方の工夫です。介助をする方が立っていると利用者さんの顎が上がってしまうため、介助者は座って介助をしましょう。また話しかける際には、口の中に食べ物がない時に話しかけるなど配慮をしましょう。次に、嚥下障害やむせやすい方のためのリハビリ方法をご紹介していきます。高齢者の方、食べ物を飲み込んでも喉に残りやすく、口の中の細菌が増加してしまったり、誤って気道に入っても咳込みが弱く誤嚥が起きやすいです。ですので、1つ目は、飲み込む力を維持し唾液を出やすくするための口や喉の体操です。いわゆる口腔体操です。行うことはこのようなことです。舌を口の中で弾いて、タッと音を立てて鳴らしてみる動作、舌で左右の頬を内側の方からギュッと押す動作、額に手を当てて抵抗を加えながら押し、おへそを見るようにゆっくり5秒数えながら下を向く動作、口を閉じて唾をごっくんと飲み込む動作を3秒間キープをする動作、
これらのリハビリによって口の周りや喉の筋肉筋力がアップをし、口の乾燥を防ぐ効果が期待ができます。2つ目は口腔内を清潔に保ち維持するための取り組みです。高齢者は唾液の出る量が少なくなり、歯磨きや義歯の手入れが十分でないなど、細菌が繁殖してしまいやすいです。口腔機能が低下をしてしまうと食欲が低下をし、栄養不足になってくると免疫も落ちてしまい、さまざまな疾患にかかりやすくなります。要介護高齢者の口腔清掃状態の悪化が誤嚥性肺炎の原因ともなりうるというレポートも報告されています。口の中を清潔に保つことと歯科医による定期的なチェックも必要です。起床したらすぐに口をすすぐ、食後に歯磨きをする、歯ブラシで舌の掃除をする、義歯を外して丁寧に洗うなど、こうしたことが必要です。口腔ケアに関する動画も以前に配信をしていますので、概要欄からぜひ確認をしてください。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。また、ケア庁では介護職の皆様のための相談窓口も用意をしています。職場のトラブルから人生相談まで何なりとご相談ください。それでは次回の動画で、さようなら。